石油タンカー3地の衝突事故は2018年1月6日に東、シナ海の上海沖で発生した海上事故。ペルシア湾から韓国へ向かうパナマ船籍の石油タンカーと香港船籍の貨物船が長江川口沖 300km 地点で衝突。衝突後に炎上した石油タンカーはその後約1週間にわたり油を流出させながら南東方向へ。 炎上漂流を続けた後、沖縄の北東 300km 地点で沈没した。上海沖タンカー追突事故、または東、シナ海タンカー追突事故とも通称される。3地号は、パナマ船籍、イラン政府所有の石油タンカーである。ペルシア湾から韓国へ13万6000トンの天然ガスコンデンセートで、満ツモルになった状態で航行中。 長江河口から東へ160海里の地点で、香港船籍の貨物船、CF クリスタール号と衝突した。山地号は衝突直後に出火し、約1週間にわたって燃えながら漂流して、1月14日に沖縄の北東160海里の日本の排他的経済水域内で沈没した。各国が連携して、船舶、航空機を用いた救助、消火、予防除活動に尽力した。 しかし、CF クリスタル号の乗組員は全員救助され、船は中国上海に入港したが、サンチ号の乗組員32人全員が犠牲となった。イラン国営石油会社の試算によると、サンチ号の沈没によりもたらされた経済的損失は、積み荷の喪失により6000万ドル、船自体の喪失により5000万ドル、合わせて約1億1000万ドルとみられる。 産地号が積み込んでいた天然ガスコンデンセートは非常に燃焼しやすいタイプの長軽量素製油である。少量吸い込むだけで窒息の危険があり人体への有害性が高いとされ今後の環境への悪影響が懸念されている。海上衝突した二隻の詳細は以下となる。ロイターによると当該事故により幅 13km 長さ 11km の 湯膜が海洋表面に形成されており、風に流されて日本の方向に向かっているが、流出物の周りを船で取り囲んでこれ以上広がらないようにする取り組みがすでに始まっている。コンデンセートは極めて揮発しやすく、また環境に有害な物質である。海洋表面の湯膜の問題も去ることながら深海に沈没した船体にはコンデンセートに加え、重油も残っている。 産地号のタンク内には2000トンの重油が残っているという見積もりもある。ニューヨークタイムズ紙は、原油が流出したエリアが、東、シナ海において食用される魚が、この時期に卵を産む場所であり、クジラが行き来する場所でもある点を指摘して、環境に与える影響は相当なものであると述べ、1991年に起きた ABT サマー号の爆発事故以来の大規模な、 石油流出事故だとした。イギリス国立海洋センターとサウサンプトン大学の研究者は2006年1月から2015年までの海洋大循環を追った詳細なデータを用いて計算機シミュレーションを行い、汚染エリアの地図と3ヶ月以内に汚染が朝鮮半島に到達するとの推定を発表した。同センターのシミュレーションはその後更新され、 日本には1ヶ月以内に到達するとした。同報告はタンカーの沈没箇所が日本海流に近く、これが災いして汚染は予想よりも大規模にまた急速に拡大する可能性にも言及している。しかしながら、ジンタオの中国国家海洋局は別の海洋循環モデルを示し、汚染は日本を通り過ぎるだろうと予測した。ニューヨークタイムズ紙は 漁業への打撃のみならず沿岸の汚染といった環境への悪影響が重大である可能性があり、その場合、関係各社と保険業者が代償を支払うであろうとした。CNN のリポーターは1月19日の報道で海洋表面の湯膜が100平方キロメートルを超えて広がっていると述べた。コンデンセートは揮発しやすい性質を持つため、環境への影響は アラ製油の流出と比較した場合に異なるものとなる。科学雑誌、ネイチャーで発表された報告によると、この際があるゆえに、おそらく当該流出事故の重要な局面は、事故直後に有毒物質によって海洋生物に悪影響が出ることであり、コンデンセートによる沿岸の汚染や海底堆積物への沈殿への懸念は小さい。 2017年12月22日の国連安全保障理事会による北朝鮮への石油金融制裁決議以後、韓国は決議違反の可能性があるパナマや香港船籍の船を何回か止めている。中国は北朝鮮への原油の運び込みを許しているとして球断されている。中東では複数のメディアが3地号の真の目的地が北朝鮮であったため、 アメリカ軍によるミサイル攻撃を受けたという説を紹介している。例えば、サウジ系国際テレビチャンネルアルアラビアがこの噂を報道した。ローハーニー大統領から本事故に関する匿名全権を受けた労働大臣、アリー・ラビーはこの噂を公式に否定した。ラビー大臣によると、周りの船がレーダーを切りミサイルが撃たれた。だから、レーダーには映らなかったなどというのは、 国際関係や開事に無知なものの言うこととされた。中イラン韓国大使キムスンホも噂を否定した。中イラン中国大使も噂を否定した。ありがとうございます。